おはようございます。おはようございます。池田です。ムクです。今日は自転車ではなくて海にまた行こうと思います。海といえば魚釣り、海といえばバーベキュー。おそらく今回が、夏猛暑過ぎた最後の海になるのではないかと。ラストですね。ラスト2020年ラストシーン。ラストシーン。どんな感じになるのか、何が一体待っているのか、早速行ってみようと思います。ちょっとした夏休みですね。ポロリもあるよ。では行ってみます。行ってきます。さあ、まず第1ポイント、チェックポイントに到着しました。今日は日本海は朝早いというだけあって波がないですね。うん、波がない。そんなに予想以上にない、まあ、日本海なのはなぜ日本海に来るのかというと、魚が張りがいいっていうのと、あと日本海の海の味がいいという。あれ、ちょっと波が高い。まあ、ちょっとあるな。まあできることはない。うん、ちょっと波があるかな。チェック。うん、ゴミがいっぱい上がってるね。あ、今台風な。この前台風があったから。こんな感じか。さあどうする。さあどうする。どうする。はい、チェックポイントその2。めっちゃ綺麗です。まあ空は曇ってるんですけど、海はすごい開けとってですね、すごい綺麗です。で、今回目指すところはあの岩場ですね。あの岩場あたりに行って、ちょっと大物がいないか、ついていくよと、ついてこようと思います。向こうではあの友人 T 氏が早速着替えてるので、あの映せないんですけど、この向こうですね、今から着替えてちょっと行ってきます。では今日の手盛りの紹介です。今日は2種類の手盛りを使います。盛り1つはあの竹ですね。竹やすっていうやつ。でもう一つはカーボンファイバーの、手盛り。だいたい2メーターぐらいかな。はい。で、ゴルフの、ロッドにも使われるような、パイプを、カーボンパイプをこうつなぎ合わせて自作しています。こんな感じ。で、これがあの溶接して作ったやつですね。これは一般的な、竹やすの先っぽを改造しているという2種類。あと一つが、日本の盛り先を持ったちょっと太いやつがあるんですけど、それは今回は使わずですね。はい。で、だいたい2メートルで、こっちの竹やすの方は市販の、よく釣り具屋さんに売ってるゴムのロープを使ってギヨーンと伸ばしてやるという感じ。で、こっちはもう完全に自作してて、かなり肉厚のゴムで、1本なんですけど威力は抜群という感じですね。で、大体3分の1ぐらいから半分ぐらいの長さまで引っ張ると最強の飛び出しになるようにセッティングしてるという感じです。で、手元が広くても痛くないようにちょっと広めのバンドをつけて、長さ調節しながらやってみるという感じですね。今回はこのカーボンパイプ、初挑戦です。では楽しみですね。海楽しみです。はい、では今日の意気込みをどうぞ。今日はとても大きな魚を掘ります。頑張ります。ウェットスーツ初めてということですが、はい、これあのアマゾンでだいたい5000円、6000円ぐらいで買いました。大丈夫。闇商品じゃなくて。大丈夫なのかね。まあ、なんかここら辺にあの毒がなんかよくわかんないみたいな。毒。何それ。毒がって。それなんか嫌な言葉やな、それ。
なんか書いてある。なんでそれヘビなん。知らん。あと安かったんやもん。まあ、とりあえず安物買いの税入しないにならんように。どうなるんでしょうかね。さあ果たして使えるんでしょうか。5000円で新品。5000円新品。すごいね。やってみましょう。はい。頑張ります。はい。行きましょう。よし。レッツゴー。後ろ空いてる。失礼。はい、僕はこんな感じで行きます。今日はこの森を初何や初挑戦。初使用だ。初使用、やってみます。さあ果たして何メートルの魚が釣れるのかちょっと楽しみですね。こんなやつをできればついて持って上がってこようと思います。こうやってで、僕が使ってるウェットスーツはもともとサーフィン用で、まあ、大体今10年以上使ってますね。もうボロボロなので、新しいのをそろそろ買おうかなと思ってるところです。サーフィン用で、夏もう真夏用でもあったので半袖で、夏終わりぐらいまではいけるかなと思ってこれを使ってます。ではそろそろ準備して行ってみましょう。行ってきます。では行きましょう。行きます。はい、海だ。はい、入っていった入っていったはい、行きました。もう終わりですか。終わりです。終わり終わりです。そしてね、予想以上に曇ってるかも。曇ってる。濁ってるかも。濁ってる。もう終わりですか。もう終わりです。さっきの勢いはどこですか。ちょっと入ってみてね、こういきなり予想以上に深くなっててびっくりした。それで、こうわーって言って森の先を見たらあんまりよく見えないな。これ濁ってるんじゃないか。なるほど。一発目、いつまちょっとこう、シャーって感じがふっとなっちゃうね。もうちょっと遠くに行ったら何かもしれないんで、もっと行ってみましょう。はい、では行ってみましょう。行きましょう。はい、さあどうでしたか。いやもういいのがつけました。僕は実はつけてません。坊主、今日は坊主です。あ、でもつけたけど逃げちゃった。さあ今日は一体どんなバーベキューになるのか。お楽しみですね。魚はつけてますよ。いや、この森は正解でしたね。この森はなかなか良かった、うん、作って正解。すごくいい遠くまで撃てるしね。そうそう、意外と隠れてガシッといけるからいいわ。じゃあちょっと休憩です。疲れた。はい、ひとまず、腹ごしらえということでなんかいろいろ買ってきました。焼きそばとタコライスとあと、アルコールゼロのビア本当はアルコール入りのものが欲しいんですけど、まあさすがにそれはあれなんでアルコールゼロでお昼ご飯を楽しもうと思います。さあそしてここはすごい開けてる場所なんですけど景色最高です。どんなところかと言いますとこういうとこです。ザ男飯。さあ吾妻屋の下で休憩するんですが景色はこんな感じです。空港ですね。滑走路を見ながらお昼ご飯でも食べようと思います。いや景色最高ですね。ここはスズムシかな。じゃあコオロギ。静かです。気温も30度いかないぐらいの気温で非常に過ごしやすい、そんな場所に来てます。でもう一人のやつは道に迷ってこっちに来なくなりましたはい、では飯でも食べます。わざわざこの距離で歩いて1分ぐらいなのにそのためにわざわざ自転車を下ろして来るというあのわざとらしさ。ええやこの距離で本当に何をしてるん。いやこういう時にすごい便利だよね。ちょっと走るっていう時も
こういう折りたたみ自転車があるとすごい便利。荷物が重たくても全然苦にならないし。あ、愛車ですか。愛車です。愛車紹介ですね。愛車紹介、まさかここで。あ、それはまた別のやつで撮っとくわ。あ、了解です。はいはい、ご飯は用意してます。男飯。男飯。はい。あー、これいいね、すごい景色。はい、そんな感じです。はい、行きましょう。あ、タコライスをオープンしましたがちょっと揺らしすぎてぐっちゃぐちゃになってしまいました。はい、では第1回戦終了したわけですが、感想はどうでしたか。いや、私はあの坊主なのであんまり何とも言えないんですけど、まあでもちっちゃい20センチもいかんようなやつがいくとにかく刺さりました。刺さって逃げた。刺さって、それで、わあ、あんなとこにも大きいのがおるとか言ってこうゆるゆるしてたら外れてました。さっさとカゴに入れればよかったね。残念です。うん、まあでも取れるということが分かりました。結構浅い。やっぱり長いって強いね。長いのいいね。うん、2メートルの長さちょうどよかったね。うん、またもうちょっと大きいものとか遠くにいるやつを取るんだったらもうちょっと長さいるんやろうけどね。うん、4メートルとか5メートルとか。まあ俺はもう結構満足するやつがつけたから。ああ、羨ましいね、本当に。うんね、こんなやつ。あれすごいよね。こんなやつが取れました。石鯛。うん、石鯛、島鯛。島鯛かな。こんなやつと、あとカワハギな。カワハギもこんなやつと、あとなんか細いベラみたいなやつ。うん、あのベラもまあまあ大きかったし。で、本当は、なんか回遊魚みたいなこんなやつと、うん、マンボウみたいなやつがつけたんですけど、それがあの先っぽが当たって逃げてしまったあとクラゲがやばい。あー、やばいね。クラゲが痛い。顔が顔がピケピケするし、もうわからんなったけど、ここにこう赤いのがあるんですけど、これがさっきまでビリビリビリってなってたんです。うん、クラゲ、でも見えんかったけどね。クラゲめっちゃおったよ。おった。うん、ちょっとびっくりした。マジか、全然見えんかった俺は。いつの間にかやられてるみたいな。な、見たいねな、あれ。顔に一回ここにこうゴーグルしとったら、このしてないここがブワー腫れたことがあったよ。まあそりゃあるじゃない、なんかあるじゃん、顔全体隠すようなやつ。ああ、口の上も隠すやつな。そうそう、ああいうのを使わんともう無理なんじゃない、そこら辺は。なんか、うん、限界があるよ、さすがに。まあ、そういうことや。うん、第2回戦は、まあ、どうなるか。どこ行ったよね。果たしてつけるのか楽しみです。楽しみです。では、以上第1回戦の感想でした。でした。こんなのも見つけました。月桂冠のスペシャルフリー清涼飲料水。日本酒テイスト風清涼飲料水。0.00%。うん。うん。日本酒が飲みて。まあ、味はですね、20歳以上な感じです。まあまあ、まあまあ、いいかな。アルコールなしとしたらいいと思います。日本酒飲みてえな。はい。ちょっと忘れ物をしたので、駐車場からブロンプトンで、向こうに行きます。よいしょ。駐車場まで帰ってきて、駐車場からちょろっと走るだけ、こういうちょいちょろちょいちょろがブロンプトンのいいところ。よいしょ。ちょいっとちょろっと
乗るのがいいね。ロンピョン持ち回るところにブロンプトンあり。どうやら彼が何か作ってるらしいです。あずま屋でコリコリ回してますね。よいしょ。あーいい天気、いい天気というかいい景色。スイート。何してるんですか？コーヒーを飲もうと思います。コーヒー、コーヒー、はい、ちゃんと持ってきましたよ。このコップを。濡れ濡れですね、はい、突如のゲリラ豪雨によりもうえらいことになってます。もう全然でも前見えんだ、これ前見えない。風もすごいじゃん。あー本当にね、俺らもうびしょ濡れ30分ぐらい前はもうあーいい天気とか言ってた突然来たね。入ってきてるじゃね。ちょっと窓を開けたらえらいことになるね。これやばいよ。ハンドルもえらいことな。ああ、これはね確かにえらいことになってますね。もうほんとに。ああ、さあどうしようか、どうしようか。今まさにこの赤いところにど真ん中にいます。やばいよ。こんなありセカンドスポット。雨もパラつき、ちょっと空は晴れました。今から2回戦突入です。ではちょっと行ってきます。はい、帰ってきました。いろいろうわー生きてます。いろいろ撮れましたが、お楽しみはこれから。ちょっとだけお見せします。石台、あー金取るな。石台とバターです。バターですって今日はバターの醤油焼きかな。ダメ、じゃあもう行け。はい、どうぞ。はい、第2回戦終了しました。だいたい1時間半ぐらい潜ってましたけど、ちっちゃいのをちょこちょこっと、大きいのもちょこちょこっと取りまして、今から、バーベキュー、海鮮バーベキュー会場へ向かっております。キャンプ場楽しみです。以上。すごいですね。今回のソフトクリームは岩見の生乳ソフトクリームです。ものすごい勢いで垂れてきたので早速食べてしまいました。なかなかシャリシャリしてて美味しいです。すごい、ちょっといいボリューミーですね。うん、美味しい。なかなか美味しいです。今日のソフトクリームです。さあ、バーベキュー会場に到着しました。夕日が綺麗ですね。あんだけ雨降ってたのが嘘のように綺麗な夕日になってます。よし、ここから一応料理をしていきます。では行きましょう。じゃーん。魚については今からご説明します。はい、ありがとうございます。では大きさチェック入ります。ちょっと待って待って、今回の大きさチェック。ちょっと待って待って、こいつが安定する。まずこれが、イシダイで、これがカワハギ、これがイシダイ、これもイシダイで、これがよくわかる。ああ落ちた。ということで、この中で僕が取ったやつと田中が取ったやつが分かれております。さあ一体どれだと思いますか？それはやめろ。正解はこれが田中が取ったやつで、あとは僕です。どんなもんだ。今日一番大きかったのはこの石台。何ぼやろか、25-26センチぐらい。カワハギはちなみに25-4センチぐらいかな。さあこれを今から料理していきます。はい、はいはい、では石鯛を一
してます。石台とこれ何やろうかな。知ってる人教え、よかったら教えてください。アイナメじゃないベラ。はい。で、あと最後にカワハギ。カワハギをやるんですが、これなんかうまいことやったらペロペロっとこううまいこといけるんですけど、よくやり方知らないんですよね。なんかね、この辺りをこう前キュッとやってんで、確かおお皮をベリベリベリっと剥げるから皮剥ぎ、おおすげえって言うらしいです。よっね、これで合ってるはずやけど、よくわからんね。それはどうやって食べますか。ちょっとえぐいな。これは、塩焼きかな。この説も大丈夫な。ん？結構えぐいけど大丈夫な。モザイクが。モザイクかけないかもね。うん、よく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 。よっ。うわっす、よっ、川木です。はい、OK です。はい、はい、ひとまずさばき切りました。お魚さんたち今から調理に入ります。川木は綺麗に裸になりました。はい、はい、では焚き火イン、熱いなこれ、インだー。もう一匹丸々、一番でかいの、いきなり一番でかいの今日ね。で、今日はランタンに囲まれて焚き火と、焚き火ちゃうわ、キャンプファイヤー、キャンプファイヤーおすすめ。はい、これで徐々に焼いていきます。塩焼きです。うん、はい、ではまずは塩焼き。セクシー塩したらダメ。はい、どうぞ。パラ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 、塩、あ、塩ついたね。もうちょっとか、ちょっと暗いかな、ちょっと分かりにくいね。暗いけど塩はついてます。 OK、 はい、男の塩しゃ。ではこのままいただこう。いただきます。すいすい、取れ取れ、もうちょっといただきます。お、うまっ。どうですか。うまい、うまいですか。顔が黒すぎて何かわからないですか。なんやろ。まあ、ひとまず非常に美味しい、美味しい塩焼きです。うん、真っ暗です。はい、では焼けました。非常に美味しいですか。ちょっと山椒をかけてみようかな。さっき買ったんですね、山椒。山椒ってどうなのかな。魚に合う調味料ってよく分からなかったんですけど、とりあえず山椒をペッペッペッかけてみました。この後、タイが、続々と続くので、塩焼き、味噌焼き、醤油焼きっていう感じで続けていこうというところです。深夜のコーヒーゴリゴリ、コーヒーゴリゴリね、コーヒーをゴリゴリする。はい、で、ベストを飲みます。この後コーヒータイムね。うん、で、コーヒー飲んで帰りましょう。うん、片付けをして、うん、はい、ということで今回は海にやってきました。で、ちょっとですね、この後は、ご飯をもうちょっと平らげてしまって、あとは温泉に入って帰ると。なのでキャンプしそうなんですけど、今回はキャンプなしで日帰りで帰ります。朝早くから出て、夜きっちりと家に帰ると、そういう感じで、楽しむと
なんていうんですかね、これキャンプしないんでデイキャンプですかね、やって帰ります。たまには海に遊びに行くのもいいかな。あ、そうで、自転車好きな人にも魚釣りってすごくおすすめです。まあ一人でできるっていうのもあるんですけど、まあちょっと海は、まあ、危ないという面もあるんですけど、なかなかこうハンティングな面はですね、なんかこう強調する、単独でこう遊ぶというか、成し遂げていくというか、そういうのがちょっと自転車と似てるなって思うところがですね、実はちょこちょこあるので、ぜひ魚釣り、泳ぎが得意、ちょっとやってみようかなというのも、ありかなと思います。美味しいご飯も、ありつけますので、はい、ちょっと暗いので、では、今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。